オリンピックの女子レスリングで4連覇を達成した伊調馨さんへの国民栄誉賞の表彰式が今月20日に総理官邸で行われることになりました。伊調馨氏に対する国民栄誉賞表彰式は10月20日木曜日17時20分から総理大臣官邸において行うことといたしましたので。伊調さんはリオデジャネイロオリンピックのレスリング女子58キロ級で女子個人として史上初の4連覇を果たしました。政府は世界的偉業を成し遂げ多くの国民に深い感動や希望を与えたとして伊調さんに国民栄誉賞を授与することを決めていました。レスリング界での受賞は2012年の吉田沙保里さん以来2人目となります。